アミーガを最初に買ったのはそのゲームがやりたいとかっていうわけじゃなくて、そのさっきの、その現代アートですね。現代アートで何かしらの、その表現がコンピューターがあれば可能なんじゃないかっていうところからスタートして、でその中で一番適したコンピューターって何だろうって自分の中で探して、日本ではあんまりポピュラーではなかったんですけど、アミーガを買って、で結局はそのアートの方には使わなかったんですけど、アミーガを買って、そういうちょっとこう日本にあんまりないようなゲームであったりとか、あとは 3D の CG ですね、コンピュータグラフィックをそのアミーガで始めたことで、次第にそのコンピューターの魅力というか CG の魅力に惹かれて、ゲーム業界に行ったっていう感じですかね。そのライトウェブ 3D って、まあ、3DCG で個人のその映像を作ってたんですよね。でその映像を、株式会社ワープってところに送ったのがきっかけですかね。それで採用されて、NME0 の CG アニメーターとして参加したのがゲーム業界では最初ですね。でその当時自分が作りたかったゲームっていうのは、あまりビデオゲームっぽくないもの、コンピューターを使ったエンターテインメントを作りたいってところからスタートして、じゃあターゲットはって言われた時に、普段あんまりゲームをやらない人って考えたんですよね。そういった人がこう興味を持ってくれるようなテーマであったり、ゲーム内容にしたいっていうところで ICO ができてるので。ICO に関して言うとそういうのは意図的ですね。ただワンダはどちらかというともう少しゲーマー寄りで、男の子向けのゲームとしてデザインしているので、なんて全般的に言うとどっちでもないんですかね。そのタイトルごとによって違ってます。ワンダは作っていくうちにですね、エンディングは決めてなかったんですよ。ただ最初に、その女の子を生き返らせるためにっていう話まではできてましたね。ただその生き返るのか生き返らないのか、もその終わりがどうなるのかっていうのは考えてスタートしたわけではなかったんですよね。重要というかですね、そのグラフィックな表現、スタティックな表現はもう、まあ、十分とまではいかないまでもそこそこ完成度があると思うんですけど、動きに関してはまだまだ足りてない部分が多いと思うので、そこをもっともっとクオリティ上げないといけないっていうのもそうですし、他のゲームと差別化するっていう意味でもそこに注力するっていうことで重要視してます。物語表現をできるメディアっていうのはいくつかありますよね。その映画であったり小説であったり、まあ、音楽もそうなのかもしれないですけど、そのビデオゲームが他のその物語表現ができるメディアと比較して、どこが優れてるかというと、やっぱりその感情移入をさせて、でかつその空間をリアルに感じさせる、まあ、臨場感って言葉になるんですけど。そこが他のメディアに対抗できる要素だと思うんですよね。なのでそこを最も注力しますね。いかにそういう感情移入を阻害するようなものはもうどんどん排除していって。ビデオゲームの中においてアーティスティックであるとか、意図的な部分もあるんですけど、アートの種類にもよるし、アートの定義にもよると思うんですけど、どうなんでしょうね。映画はアートなのか、音楽はアートなのかにもよるんですかね。映画がアートだし、音楽もアートなんであれば、ビデオゲームもアートになり得ると思いますね。